皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。今回はギリシア哲学の続きをやっていくぜ。前回も言ったように、この動画は学校のテストの勉強用ではないのぜ。倫理に関する関心を持ってもらうことが目的のゆるい動画なのぜ。その点よろしくだぜ。今回はソクラテス先輩からね。君の先輩ではない気がするが、まあ軽く先輩の話をする前に古代ギリシアの話をしないといけないのぜ。先輩、紀元前5世紀頃のギリシアでは雄弁さが非常に重要視されたぜ。これは民主制が広まっていたギリシアで、政治家を目指す多くの人々が裁判や民会で他の人々を話術で説得させるために弁論術を必要としたからだぜ。この雄弁さを身につけさせるため活躍したのがソフィストと言われる、いわゆる教師だぜ。注目してほしいのは説得という部分だぜ。真実ではなく、真実と思われるようなことへ導き説得する、これが当時のソフィストの基本的な考え方だったぜ。真実自体への関心は弱かったのね。そんな中、真実自体を追求しようとする人がいたのぜ。その人がそう、せーの、ソクラテス先輩だったのぜ。彼は人間の生き方について普遍の真理があると考えるぜ。彼の有名な考え方の一つが不知の自覚だぜ。当時ソフィストは自身は知識があり、多くのことを分かっていると考えていたぜ。だがソクラテスは、人々が多くのことを知っていると思い込んでいるだけで、実質的には物事をよく分かっていないと悟るぜ。ソクラテスはこの物事をよく知っているという姿勢とは対をなす。自分が物事をよく分かっておらず、それを自覚し、知識を追い求めようという、生き方の姿勢を探求したぜ。やるやん。また知識の探求が人間の生き方に大きく影響し、善なる知識を手に入れることで、魂も善なるものとなり、自身の行動も必然的に善になる。これが彼の目指したものだぜ。次に彼の弟子であるプラトンを語るぜ。プラトンの考え方で有名なのがイデア論だぜ。イデア論というのは全ての本質が存在し、永遠不変の真の存在がある世界を想定した考え方だぜ。ホワッツ？前提としてこの世にある全てのものは不完全で、イデアの世界にある本物の写しでしかないのぜ。この世にある世界の全てが、完全な世界にある真の存在のコピーだということね。我々の魂はそもそもは完全なる世界にいたんだけど、この世界に落ちて、肉体に閉じ込められ、本来の完全な感覚を失うんだけど、以前に完全な世界にいたので、いくらかその感覚を覚えており、現実世界の不完全なもの、例えば不完全なパンダを見て、イデア世界の完全なパンダの面影を見ることで、不完全なパンダをパンダと認識することができるぜ。というのがプラトンのイデア論だぜ。ややこしいわよ。ごめんねだぜ。ついでにプラトンはイデアを認識した鉄人が政治をするとうまくいくようとも言っているぜ。続いてアリストテレスだぜ。この人はプラトンの弟子だぜ。アリストテレス？アリストテレスは大胆なプラトンの説とは違い、観察、記録、整理、体系化の順序で物事を分析していく、という感じだったぜ。分析タイプだったのね。だから万学の祖とか言われるようになるのね。アリストテレスは、イデアとかな一緒、といったスタンスで、物事の本質はその物事自体に宿っているという考え方をするぜ。なんか本当にプラトンの弟子なのかってくらい考え方が違うわね。アリストテレスに関してもう少し語りたいんだけど、かなり長くなるし。まあ、導入の動画なので、別動画でミストのことは紹介したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。